はい、どうもヒロと申します。今回はフォータイムモドリッチのおすすめ育成紹介やっていきます。モドリッチに関してもデブライネ同様予想していたんで、まあ、そのまま予想通り来てくれましたね。だからね、モドリッチはワールドカップのねぶっ壊れモドリッチがいるんで、ちょっとね後で比較もしていくんですけど、まずは選手の詳細から見ていきます。172cm でプレーメーカーで、適性がトップ下セントラルですね。能力はやっぱね、ドリブルパスが最初から80超えていって、パスもできてドリブルができる選手っていうのが分かりますね。でスキル、ダブタ持ってワンパスルーパーで、アウトスピンキックもあると、新登場のビジョナリーパスと、やっぱトップ下の選手なんでワンシューは必要かな。あとはつけるスキルは特にないかな。まあ、インターセプト持ってるんでチェイシングとかつけてあげると面白いかもね。それでは早速おすすめの育成紹介していきます。はい、ということでこちらがモドリッチのおすすめ育成になります。決定力4、パス8、ドリブル11、瞬発8、スピード12、ディフェンス1で、チームスターレベル100時点でこのような感じで、トップ下起用で裏総合値が101ですね。でね、裏総合値について結構ねコメントが来るんですけど、概要欄見ていただいて、一番上にある動画、裏総合値について詳しく解説しているんで、ぜひそちらチェックしてみてください。一瞬どちらも80乗せて、でドリブルとパスはドリブルとパスを90以上に乗る育成してますね。まあ、やっぱこう見るとモドリッチ強いなって思います。これでね無印起用でトップ下できるんでかなり強いね。まあ、スキル追加できるってことも考えると、やっぱワールドカップのモドリッチと差別化はできるかなと思います。で一応こちらがワールドカップモドリッチとの比較になります。まあ、パスとねドリブルやや勝っているんですけど、それ以外は大幅に負けているんで、まあ、守備もできるトップ下ってなると、やっぱワールドカップの方が強いかなとはなりますね。ただね今回の新スキルは結構強いんで、まあ、そこの評価次第ですね。その評価に関しては各々違うと思うんで、もし戻りちゃってた方でビジョナリーパスええやんって方は全然乗り換えありだと思います。正味自分はワールドカップ戻りちゃ持ってるんですけど、やっぱねビジョナリーパス強いんで、しばらくはショータイムの方使おうかなと思ってます。ということで今回はモドリッチのおすすめ育成紹介でした。ぜひ参考に育成してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。